今日だけは不安なのは、この後夜が明けてテレビジョンさんのロケなんですね。川の中稲子だらけです。起きた、間違いない。なんかそれ目当てみたいだけど。おっしゃ、いいサイズ。釣りの時間が10分しかなくなっちゃうけど、攻めます。釣りビジョン遅刻するかもだけど、行きます。はい、こんばんは、村岡正則です。今日の動画は自撮り調光です。で、今日はですね、10月5日、今朝のね4時26分ですね。で、中潮なんですけど、まあ、2時20分に干潮を迎えて、で、秋の潮になって、こっからのねあれが大きく朝にかけてね、時間に潮がやってくるタイミングです。久々にやっとね北風になったんで、加古エリアの干潟に来てみました。9月3回ぐらいここに来ようかなと思って来たんですけども、3回とも南風ビュービューで荒れててね、入れなかったんですけど、ここ水深1メーターなんですね。のんびり走りながらライト照らして状況見てたんですけど、まだね干潟の中は10月5日にしては遅いなっていう印象を感じる。どういうことかっていうと、まずでかいボラがいっぱいいる、それからこの城が少ない、脱が多い。まだお盆過ぎから9月のね海だなと思って来ました。久々なんでいろいろやってみようかなって感じで頑張りたいと思います。タックルはナイトホークで行きたいと思います。この10月だ、発売なるんだと思います。おかげさまで初回出荷、2回目出荷ぐらいまでもう完売、メーカーは完売ということで、ありがとうございます。なんだけど今ビッて出してみたらライン傷だらけで、この間使ったまんまだった。なんでちょっと結び直しをしますんでお待ちください。タックルっていうかシステムを見直しました。で、ナイトホークにエアリティですね、大学3000番をロディアの方で、 P が08、リーダー20ポンド1ヒロで、アイザーでいきます。先発アイザーですね。それいきたいと思います。さあ、でね、トリニダード・トバコに行ってきました。行ってきて帰ってきたばっかりです。その模様はね、今回動画に撮ったんで、ぜひね見てもらえたらと思うんですけど、またアポ面白かったです。シーバスのすげーバージョンでしたね。強烈なバイト、吸い込みバイトって点では一緒だし、釣りがですね GT とか大型のヒラマサやるような島と島の間の大きな背に船当ててくんですね。で、湧き上がる背とか、でそういったとこに新編みたいなシンキングバイブレーションとか、ボラコンこの野郎に進化つけて投げて沈めて、デッドスローで寄れの間通すとか、釣りはねシーバスでした。壁打ちとか岩盤打ちとかね、そういう感じで、釣り自体はそういう繊細なシーバスフィッシングで、ポイントは大型ビッグゲームっていうね、すごい楽しい釣りでしたね。ちょっと今日だけは不安なのは、このあと夜が明けてテレビジョンさんのロケなんですね。年末年始特番でフィッシングトライアスロンという釣りの種目3つを1泊2日で立て続けにやるっていうことで、すごいそういう面白い企画があって、3つのそれぞれの、ね、ポイント争って優勝勝ち負け決めるみたいな感じで、恐縮しちゃうんですけど、田辺則夫さんとあと鈴木仁志君と3人で、3チームになるんじゃないですかね。あとは釣りガールの子とか頑張ってまいりたいと思います。そこに合わせて体調整えるのは到底無理なので、今日このまま釣りをして、集合時間にはちゃんと行って、ロケバスみたいなでかいバス乗るらしいので、爆睡かまして、ロケスタートには元気っていうね、それが自分の狙いなんですけど、誤算はレジェンド2人に捕まって長いトークに巻き込まれないかみたいなね、それはそれで楽しそうですけどね。ちょっと2週間近くこの東京湾からも離れちゃったので、まあ明日からまたロケなんですけど、ちょっととりあえず今日状況を確認していろいろこの秋 やりきりたいですね。好きなねスタイルはおかっぱりのようにやるスタイルですね。ここ水深 1.3m、 さっき言ったとこ 1m だから、ここだともうウェディングできないけど、まあ、ウェディングしてこの辺できないけど、この辺に使ってやってるのと同じ位置にもう完全に今船を止めてるんですね。オートパイロットで船を止めて GPS でほとんど動くことなく船が止まってますんで、そうするともうそこから流れを受けて感じてルアー流してっていうのはおかっぱりと一緒なんですね。
で去年一昨年も全部そういう動画ばっかりやってたんで、これが楽しくて好きですかね。ここは強烈にハゲシを釣れる場所なんですけど、誰もいないし、パッパリも今日は見えませんね。ちょっとまた明るくなってきたんで、ちょっと端回り来ました。明暗ですね。とりあえず反応取っときたい。2週間シーバス釣ってないからね。川の中は稲っこだらけ。お、来た。そう、間違いない。もう癒しの場所。楽しい。このイージーさがいいよね。癒しのサイズで、もうターポンは一本一本強烈なファイトだったんで、いいですね。この腰も入れずただ立って淡々とファイトを楽しめるシーバスで、よっしゃ、はい、はいはいはい、シーバス久々。元気だったか、元気してたか。一頭で出るっていうのが、はい、ちょうど50ぐらいですかね。来ました、嬉しい。久々だな。バイバイ。もうナイトホークとレアリティの組み合わせがめちゃくちゃいいですね。この軽さとバキッとした秋らしい感と、明暗基礎がもともとこう明暗の一番遠いとこバッチリドンピシャ落としていくために作った竿がナイトホークなんですけど、今の一本はもう完璧に位が入った瞬間食いました。釣りガールの人たちも結構、あの海と青のね、片山成美ちゃんも来るって言ってましたし、あと岡丸さんとかも、岡丸さんね、イベントで話したり、この間夏のバーベキュー自分が主催でやった時遊び来てくれたんですよね。そこでまあちょっと話したぐらいだなんで、岡丸さんとか釣りしてみたいですね。同じチームだったらいいな。あとは他の釣りアイドルは名前は知ってるけど喋ったことない方なんで、なんかそれ目当てみたいな気がする。おっしゃ、いいサイズ。それ目当てのわけではございません。ちゃんと釣りプロとしての使命を、釣りの高い技術を見せるというレジェンド枠に自信ないな。デレデレしていきたいと思います。ちょうど60ないぐらい。まあ水悪いね。これだいぶ雨降ったんだね。荒川が出した悪い水が隣の川にも入ってきてますね。おお、60以上あった。いいね、対抗のある竿が長くて大変だぜ。まだ自分がちょっと光当ててるんで嫌がってますよ。はい、おじゃー、重いぞ、重いぞ。60どこじゃなかったかな。えい、ライザー、いいですね。バーン、70ぐらいはありそうですね。まあざっとで67センチぐらいかな。はい、こちらでございます。ワンワン、サムネを、はい、あ、抜けた、ごめん、バチャン落としてしまった。まああれぐらいだったら全然大丈夫ですけど、優しくリリースしたかったです。さあ、いいんじゃない、満足度の高い。満足度高いと言いつつ即投げる。このね、明暗が終わる時間好きなんですよ。本当にどんなに入れぐっててもあってこう終わるんですよね。あれ、ああって感じの終わり方が
20代の頃大好きで、23とか4歳ぐらいの時は川の橋の下の名案部で釣れるっていうのがまだ全然メジャーじゃなかったんですよね。どっちかといえばみんな橋脚を頑張って打ってて、でその橋脚打ってる人のに声かけて上に入らせてもらって、その辺なんかまさにそうだったんですけどね、上に入らせてもらって明暗でボコボコ取るっていう、シーバスネットにも書かなかったですね最初は。明暗ってどっかのチャーターボート船が、もう明暗専門みたいなチャーターボート船が出てきて、そこがもう明暗部最強最強最強って、もう毎日ホームページで書いて、お客さんも乗って明暗の釣りを覚えちゃうので、どん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 多分2年ぐらいでもうみんな知るってことになっちゃって、でそこから自分ももう隠すのやめたんですよ。出ないね、もう相沢には出ません。はい、それではルアーを買います。ブロインの125じゃないじゃないじゃない110、ブロインもおかげさまで増えてきました。10センチですね。これも走り出してきたので、ちょっとやっぱ場所を変えます。うん、よし、ちょっと移動します。また他の釣りやりに行く、干潟も見たいし。これがねこんな感じで沖でビタって船止めて、おかっぱりっぽくやるにはオートパイロット必須ですね。めちゃくちゃいいです。昔はね1年持たずに壊れたんだけど、最近のは丈夫になりまして、今んとこ3年目だけど壊れないで頑張って。さあ移動移動移動。干潟の沖合い出てみたんですけど、まあ、ベイトはいますね。まだまだもうちょい時間かかりますかね。グワーンとねこう出たらいいけど、底引きは周りにね 3,4 隻いるんで、シーバスがいないな。サワラ見てみようかな。サワラ日本丸です。で、なんと激レアなことに、その時にカイオマルと日本丸並んでる、めったにない。はい、引き続きまた沖に向かいます。はい、沖って言ってもさっきの船この辺なんですけど、照明があってこんな感じでいい反応もあった。それは何で食ってんだろうな。ブレードが当たってるんですかね今年のサワラ。全く見てないな。前田ブルーブルーでも誰か6本ぐらい、あ、青くんも言ってましたね。また敗北を知らなかったな、あいつ。これが真奥から最初の1本目の潮目ですね。水深が 13m。 その次もうちょい行くと2本目の潮目があって、どっちかがいいのと、跳ねてたら一番いいんで、跳ねてんのを見つけたいなっていう。写真は確かに横浜、川崎沖、千葉も木更津の沖の辺とかが多いんだよね。ブレードで当たるような極端反応が出てる。待てよ、9時に釣りビジョンだろ。8時に出ればラッシュか。7時半に出る。もう6時だから、釣りビジョンのロケ当日ほぼ徹夜で釣りしてきたって言ったら怒られちゃうんでしょうか。それとも釣り人として正しいって褒められるんでしょうか。7時半には出るとして、7時に家に帰りたいから、あと20分いや30分くらいです。ブレードだ。ちょっと裏を変えます。はい、じゃあちょっとジグブレード、ホルテンのタングステンですね。ジグブレードつけて、カラー名はラスティブラウンです。嘘です、全ハゲ。太刀魚で全部剥がれてしまった。いいね、こういう風のない朝まずめ、ほんと好きだな。なんか自分が一番好きなのは真夏の日中南風がビュービュー吹いた日は、意外と日没になった直後風がピタッと一瞬止まるんですよ。セミもあんな鳴いてたのが止まって、なんか若い時その時間よく本読んでて、だんだん暗くなるから窓際で読んでんですけど、光を求めてどん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 自分が傾いていくっていうんですかね、明るい方に。そ
そんな感じでね、ひたすら本ばっかり読んでた青春時代ですけど、あの時間がとても好き でその次この時間、秋冬の春あんまないかな、秋のこの逆に夜中吹いた北風がちょっと止んで静かな夜明けの時ですよね。あ、もう長期出たいんだけど、帰りを考えるとスケジュール遅刻は許されません。今回単独ロケじゃなくてね、スタッフも入れたら3カメ4カメのね、大所帯のロケですから、演者も十何人のね、そういうの遅刻しちゃいけないですよどんなにマイペースな俺でも遅刻し絶対しちゃいけない日の一つですよね。あのめちゃくちゃ飲んだ日の次の日とか、はっちゃけた、もう遅刻してもおかしくないぐらいに大暴れした夜の次の日にちゃんと定時に会社にいられるのがすげえやつだと、俺のすげえと思ってた先輩はよく言ってたんで、自分もそれを実践してますね。何もない日に普通に遅刻したりする人だったんですけど、まあ誰にも迷惑かかってないわけじゃないけど、印象が違うんですよね。やっちゃいけない日ってあるんですよ。社員旅行の出発とか、入社日に遅刻してくるとか、大事な日、なんかうちそんなやつばっかりだな。6時でしょ、6時半までかな、6時半までやったらあそこまで行っちゃうか。釣りの時間が10分しかなくなっちゃうけど、朝まずめなのにサワラ狙ってる船が見える範囲に一定もいないですからね。全部タンカーだから移動だな。よし、攻めます。釣りビジョン遅刻するかもだけど、行きます。はい、魚探バチンと 16m ライン、こうちょっと流しますよ。結構ね、こうやって魚がドワーンと群れが上がってきて、ドワーンって自分の船の真下で降りてってって感じで、結構盛んにイワシが上下してますね。フィッシュ板に追われてる。それからサーラでテストしたいルアーが2つ3つあったんですよね。うん、上半の見て、ドーンといいですね。釣りビジョンのフィッシングトライアスロンは何やるって言ったかな、まず海上釣り堀やったことないんで、あれはあれで擦れた警戒心っていうかあるだろうし、絶対太陽光次第で火加減が良かったりとかで絶対癖があると思うんだよね。でその癖行ったことあって知ってる人が強いと思うんで、そういう人をいち早く見つけてその人の釣りをコピーするのが勝つ秘訣でしょうね。やったことない、行ったことないだから、最初から学んでたら多分絶対勝てない。 2,3 時間で勝負らしいんで、釣れてる人の真似をすぐするっていうことですかね。でも多分立ち位置すごい大事、釣り座が大事な釣りな気がします。ちょっとやったことないから合ってるか分かんないけど。で第2戦はフグらしいです。フグ、テンヤカクワセフグですね。エビエサでやるのかな。それは昔ね、20年でちょっとやったことあるんで、まあ、むしろフグ持ち帰りたい。で第3戦はボートシーバスらしいんで、そこはもう任せてくださいよって感じですよね。どこ行くんだか、多分3隻4隻だから、でバラバラにはやんないと思うんだよな。どうなんだろうな、船長も勝負でいい群れ当てに行く勝負ならバラバラだろうし、サイズを競うって言ってたので、まあ、この時期でかい魚っていうと普通か、で普通はもう網入っちゃってノリヒビの部位が入っちゃってできるところがほとんどないですね。だから木更津沖か羽田沖か浦安沖か、船宿が横浜なんで浦安沖は遠いから、これも 2,3 時間の勝負らしいんで、そう考えると俺がキャプテンなら羽田沖かな。羽田沖だとまだこの城で突き上げている状況じゃないと思うんで、バイブレーション勝負だと思います。でもこの野郎重りつけて沈める作戦ありそうですね。サーラっぽいのが1匹いますけどね、下に 15m ライン。よし、じゃあこれラストですね。はい、じゃあ終わりました。ちょっとサーラ出なかったんですけど時間切れだったんで、これから帰って片付けして釣り部長に向かって行ってきます。まあ、秋シーズンね、いよいよ入り口始まったんで、俺ではない、俺ではないけど、はい、秋シーズンね、いよいよ
始まりましたんで、皆さんもね楽しんでもらえたらと思います。ということで、皆さんごきげんよう。朝倉未来か。